本とかのチャイタと両党今だ。僕ツイッターのアカウントね2つあるわけですよ。てつや東海オンエアとコーヒーやかねえいつ直すんだよあれ趣味やかだったら誰だっけ誰かやろ。両両お前か俺の趣味やかを勝手にコーヒーやかに変えなかったその2つは僕が言ってる公認のねアカウントなわけですよ。でもてつやを名乗る他のアカウントがあって結構フォロワーがいるんですよ。数千人ぐらいいてこれ本物ですかって聞かれるけど否定してなかったから本物かなと思ってる人もいるんだけど、もしかしたらあれって本当に俺っぽいのかなって思ったんですよ。他の人から見たら俺と偽物って似たように見えるのかなって思う。だからフォロワーが増えるんだね。それそうそうそう。ってことは俺の特徴をより知ってる人だったら全然知らない偽物よりもうまく俺の偽物ができるんじゃないかと、うん、しかもその友達よりも俺本人だったら俺が一番うまく俺の偽物になれるんじゃないかと。本物やん今回ですね、哲也の偽アカを作って虫さんに一体どれが本物の哲也なのかを当ててもらうという勝負をしてる。はい、僕の哲也への愛情をチェックでもあるわけだったよね。じゃあそう、いかに俺を理解してるか、うん、まあ何週間後か分かんないけど、実際に結果発表の時のフォロワー数とかツイートの頻度とか文言っていうところを基準に判断するんで、その辺をねうまく寄せていってほしい。じゃあ早速もう作って、おのおのこっそりと哲也として活動していきましょう。はい、偽アカ活動頑張るぞあれから1週間が経ちました。順調でしょうか。いや順調じゃないね、うん、むずいよね。むずい、信じてくれんもんね、ほんとに途中経過ちょっと発表します。そうだね。じゃまずアカウントの発表からいきますか。はい、じゃあ夢丸から順番にいきましょう。はい、僕のアカウントはこちらになります。おー、なるほど。フォロワー少な頑張ってんだよー。でもねフォロワー少ないんだけど、うん、ちょっと嬉しかったのがついさっき、あこの子、あこの子一番最初だ。そう、俺もやったやった純粋すぎるから。この子ね、フォローしてフォロー返ってきたのね、寿司好き哲也寿司っていうツイートしてくれてた女の子いたの。ああ一瞬にして偽物で誘ってバレた。これバレたかってバレた。今のが夢丸です。はい、こちらが僕の哲也の偽アカです。でん、哲也のフォロワーか、かっこ東海オンエア、なるほどね。ああ、東海オンエアって入ってるのはでかい、検索で出てくる。ああ、そうだよね。で、あ、いいね、適当な人を適当にフォロー、フォー、フォー、最後フォー。東海オンエアのリーダー哲也のフォロワーか、本物です。哲也もトイレアンデンをおすすめ、狭く深くを目指します。本物ですのよ、愛したがすごいじゃん。いや、なんか本物ですって書かないとさあ、まあでもこのね、顔文字は俺が使ってたからね。そう、哲也の普通の東海オンエアのアカウントから探して、あ、この顔文字コピーして、哲也の本アカのとこじゃなくて、むっちゃんの本アカから今までとか、なんかメンバーの画像ないかなって探してやるね。あー、そういうのいるもんね。そうそうそう、で、それの一番レベル高いのこれで、白ひげ哲也っていうのにツイートして、うん、で、次の日、連日のプールで行ってこれ、うまくない？うまい！すごい！すごい！すごいよね。やっぱ、いいね数多いもんね。ね、お、フォローされてる。おおおおおお、ありがとうございます。やった、増えた、嬉しい。でも、あ、あ、この人厳しいんだよ。この人厳しいよ俺も後で証言できたね。この人ね、厳しい、マジで。本物か、証拠出せって言ってきて、俺だけ返せないから、偽物だな、お前らみたいに。そうそうそう。こんな感じですよ。なるほどね。なるほど。さあ、最後、僕の本物の第3のアカウント。こちらです。ででん。おぉ、哲也の裏アカ、かっこ東海オンエア。東海オンエアのリーダー、哲也の裏アカです。本アカでも趣味アカ、かっこホーヒーアカでもない。真の俺がここにある。フォロワーしてほしい人は知ってる。あー、哲也っぽいわ。哲也って。ID がね、やっぱ俺っぽいかなって。あー、そうか、なるほど。で、固定されたツイートにしっかりと宣伝をね、載せときました。あ、強い。DM を可能な限り返しますよ、ここに載ってるので。あー、それ結構。DM ね、めっちゃします、これ。さっき言ってた、この子、ひたすら送ってくれる。すご。大好き、ありがとうよ。なんでそんなフォロワー少ないの？作ったばかりだからって、はい、本当のことで。で、さっき言ってたこの厳しい子が、FF がいるから失礼します、本物証拠あるんですかって、本物ですよって本物が言ってるんだけど。信じてくれ、本当に本物なんだ。哲也君に迷惑かること考えてください、騙されて表すのやめてください。クソ、本物なんだよ。本物なんだよね。本物なんだよ。クソ。逃げましたね、さっさと赤消してくださいって。怒られてる。これはもう行動が出るのはしょうがないから。しょうがない。全然こっちが悪いから。この人やっぱね、俺のためを思ってやってくれてるんですよ、二人も。信じてくれる人も嬉しければ。厳しくやってくれる人も嬉しいということで、まあ今んとこじゃあ偽アカの力で言うと俺が一番嬉しい。そうだね、やっぱさすがだね。これはまるで哲也みたいだ。俺なんだよということで偽アカ終了。こっちはさ、哲也の生活知らないからさ、哲也の本垢との矛盾が生じちゃうんだよね。活動して3時間後ぐらいにめっちゃ寝たわーって哲也が本垢行っちゃうとか
待って、哲也ってなるほど。じゃあ早速当ててしまってもよろしいでしょうか。よろしいですよ。3人分当てれたらまあ完璧だよ、うん、これちょっと当ててほしいよね。ではいきますね。はい、哲也2東海オンエア、暴れん坊チキンさんにフォローされています。2015年7月15のツイートがあるので、これはもう違います、確実に。暴れチキンさん何やってんの普通に俺の偽物フォローしてるはい、哲也の裏が東海オンエア、お誕生日は間違ってない、愛知県岡崎市合ってる。そしてこの哲也の趣味やか、かっこコーヒーやかってのは意外に知る人ぞ知る情報なんですよね。あんまりこのさ、大行に行ってないけどさ、これはちょっと誰かの可能性ありますね。2018年6月20日に始めてるっていうね、もうめちゃくちゃ怪しいです始めた日付やばいね。この絵文字が哲也大好きな絵文字なんですよね。この顔文字がね、これが誰かが哲也に寄せてるのか、果たしてそれとも はたまた哲也なのか。少しだけリプ編するよ歌いまくったぜ、まあ、これ裏垢っぽいな裏垢っぽい。てつや遠くよね。いや、これって有名な水垢ですね。これめちゃくちゃ有名、フォロワー多いですね。フォロワー5700ってどういうことだよ。すごくないこれすごいね。動画内てつや裏垢2014年、違う、そんな多いからもう、うん、すごいね。てつやのフォロワー垢、かっこ動画のや本物です。てつやを求めるあなたにおすすめ、狭く深くお願いします。これお前の言い回しっぽいな。いや違うな、でもまたこの、あ、このさ、絵文字やばいこの絵文字やばい、またここにもいる。これは哲也じゃないな。哲也ってこの、僕のイメージですけど、なんとかかなっていう問いかけあんましないイメージがあるんですよね。みんなはどうかなっていう今ツイート見てるんですけど、これ哲也が言いそうにないな、大人なのか。東海オンエアの哲也、暴れん坊チキンさんにフォローされてるな。もうあの人さ、ちゃんと見て。てつやの裏垢、かっこ東海オンエア、XXX アンダーバー、てつや XXX、492にフォローされている。これは、てめえだ！それは、俺だ！おー、すごい。なんでわかる？でも現状成功じゃん、じゃあこれは。悔しがってるのもおかしいのか喜んだ方がいいのか。いや、すごいな、わかるもんですな、ね、いやいやいや、もう付き合いの長さ出ましたね、これは。あ、出てるんだ、哲也の決め手って感じのやつは。決め手か、転ばしてほしい人は静かでいいので、この言い回しが、もうこの3人ってまあ分かっちゃってるからだけど、この3人の中では哲也しかしなさそう。言い回しか。そして意外とね、A 型なんで、ちゃんと場所を設定したり、誕生日設定したり、まあ、リップしたりとか、そういうところあるんで、出ちゃってる。なるほど。検証は成立してるんですけど、一応ね、この2人に出会いますけど、哲也のフォロバーか、かっこ東海オンエア。お前だ俺だ問題はこいつなんだよな。こいつ本当にやってる？やってるやってる。東海オンエアではない。じゃあ今挙げた中にはいなかったんだ。そう。なんか演技悪いよね最近。このユーザー欄には来るくらいのヒントないな。あれ一回試して打ってみたら、なんか他に何人かいたらいいけどさ。確かに夢丸な。いやでもそれそうしかないもんな。これはね、あなたのね、名前のチョイスがいけなかった。これセンスないかもしれない。これ全部似たセンスないよ。てつや動画アップロードチャンネル、てつや動画アップロードチャンネル。下の方は SPTGIL25WS となってるんですけど、上は、てつや、裏か。あ、しかも文章がさ、寄せる気間違いない。今日も一日お疲れちゃん。今日もお疲れちゃん。あっ、パパプリンお前出てけよボーバーン、ボーバーン。夢丸です。ってことで、無事に僕と両暴れてしまい、夢丸は下手くそでした。でもそもそもはさ、いくら偽物がいたとしても、俺の本物のカリスマにはかなうまいっていう企画だったじゃん。うん、だったら成功だよね。確かに。うん、ちゃんとずっとやってたら、一番フォロワーの多い偽アカにも勝つかもしれないし。そうね。と、今挙げたの以外は全部本当に偽アカだよって言ってる。本当にないから。ここ3人は1個ずつ。で、俺は東海のやつと、趣味アカっていうか、ホーヒーアカ。それしかないので。うん、他は。アカウント1つになったら俺。あれ使っていくから、これから。使うの？ちゃんと偽物としてのガスが。たまに使うから、じゃあ。まあ、ID とか見てね。他の人たちのやつだったらいいけど、はい、他の人はフォローしないようにしてください。はい。正しくネット使っていきましょう。はい。バイバイ。